五条散歩、岡和地城、蒲生氏郷、初陣の地。ということで、こんなところまで来てしまった。お、立派な看板。目指すお城はすぐそこです。築城は伊勢国司北畠光政、応永年間、まあ1400年頃とあります。信長の伊勢侵攻で蒲生氏郷14歳、初陣の地と思ってきたのですが、ここは北畠智則最後の砦で籠城戦の舞台となり、氏郷は史上金徳城攻めで武功を挙げたそうです。おお、それらしい雰囲気が出てきました。あ、この石積みは神社を建てた時のもので当時のものではありませんと教えてくれたのは松坂山城会の松本さん85歳。あ、こっちへ行くとお難度兵糧ね、よくわかりません。わかりやすい石碑が。ここは二の丸ですかな。人の話を聞かない俺に平行気味の松本さん。では本丸へ。大正3年に建てられた城跡の碑、松本さんがつけた表示板。永禄11年、北畠智則は織田信長の伊勢侵攻に備え岡和地城を本城としました。翌年8月、信長は5万の軍勢でこの城を取り囲みます。50日に及ぶ籠城戦も信長の次男信雄12歳を養子とすることで講和が整いました。伊勢支配の実権は信長へと移ります。西の丸へ足を運びましょう。天正3年、伊勢国司を相続した信雄は岡和地城を廃し田丸城へと移ります。翌年北畠一族は謀殺され、その系譜を閉じました。存在を誇示する木々は何を伝えようとしているのか。やっぱり苔が好き。見上げる本丸は意外と高い。大手門があった場所、石積みはやはり神社を建てた時のものか。ここは私有地でみんな畑になっていたそうです。やはり下から見ると要害の感が。こんなに登ってたかな。時を忘れる散歩道。岡和地城、北畠智則最後の砦。あれ、氏郷初陣の地じゃなかったっけ。土地の人は築城主伊勢国司北畠氏に思いがあるようです。この建物に御城印と案内がありました。